こう選手の方から、うん、いろいろ発言が出てきたという、うんうん、これはやっぱりスポーツ選手はもっと発言すべきだというふうに思っている私と、それから小林さんもそれを言っておられましたけれども、うん、からいくと、これは何て言いますか、もっと出た方がいいですね。いいことですね。僕はね、ロシアの選手がね、もっと言うべきだと思います。はい、我が国がやってることはおかしいとかね、はいはい、そう早くやめるべきだってね、はい、やっぱりまあ国と癒着状態って言ったらいけないけど、メダル取ったら一生保証されるみたいなことあるんだろうけど、やっぱり言うべきことは言うべきだと私は思いますね、うん、メダル取ったら一生保証されるとかってよく言われてるんですけれども、うん、共産主義のソ連時代にメダル取った人は途中から全部年金ストップになりましたからね。あ、そうですか。そうなんです。クチンスカヤさんって言いましたでしょ。はいはい、かわいい女の子、うん、彼女はなんかマンションも取り上げられて、年金も途中から払われなくなって、それで仕方ないので日本の河内で体操教室の先生やってましたね。それはジュネーブで会ったことあるんですけども、関西弁うまかったですよ。なんで取り上げられちゃうんですか。いや、政権変わったから。あ、政権変わったから。政権変わったからっていう理由だったですね。これ小林さん、選手たちの声っていうのはどのように思っておられますか。やっぱり戦争はね、やっていけないんだって一点でね、はい、みんなが言ってることは僕も賛同するんですけど、うん、これは逆にお二人聞きたいんですけども、まあ、それだけ見てスポーツ界の現象を見てると、もう間違いなく一方的にロシアが悪いっていうことになってるわけですけれども、はい、本当それでいいんですかっていうか、教えてもらいたいんですけど、ロシアにも、まあ、理屈はあるんですよね。ありますね。NATO に対する理屈はありますね、はいはい、でそれがやっぱり国際的な、まあ、理解の中で、ことスポーツ界からはもう問答無用で、侵略をしたからノーだっていう、うん、まあ、そういうふうになってることが果たして正常なのか、やっぱり戦争を仕掛けたということについて断罪すべきなんだという、これはどういう立場で理解、うん、いるべきなのかなっていうのが、うん、これ伊沢さんどうでしょうか。まあ、今のね、プーチンがやってることは僕はもう論外で、どんどん非難していると思うんですよ、はい、日本政府ですら非難っていう言葉使いましたからね。あ、そうですね。及び腰の日和見の日本政府、はいはいはい、つまりですね、ロシアの言い分を言えばね、昔フランスに侵略された、はい、ドイツにも侵略された、はい、事実ですけど、フランスはナポレオンだし、はい、ドイツはヒトラーだし、ずいぶん前の話で、 そうですね、その後武力で国境線変えるような侵略はしていけないという国際合意が成り立ってるのに、うん、まあ、クリミアも取ったしね、ジョージアも行ったし、はい、これもう完全に全面侵攻じゃないですか。そうです ね、まあ、だからちょっと中国は心配なんで、中国ですら自分の国の一部だと言ってる台湾にまだ行ってないのに、はい、独立国であるウクライナに行っちゃって、これはダメですよね。だからこれはもうちょっとしっかり言ってもいいと思います。そうですね、まあ、なんて言いますか、ロシアの論理で言うと、クリミア半島およびそのウクライナというのは我々の国と同じなんだというような、同じ人種であり、同じ民族であり、同じなんだっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、ちょっと無理がありますよね。だからプーチンの言ってること矛盾してるのは、うちはロシアは世界最強の核保有国だって言うんです。だったら守れるじゃないですか。別に干渉地帯いらないんですよ。まあ、ロシア以外ロシア領を広げる必要ないわけですよ。なるほど、うん、はい、そうですね。ただ、まあ、本当に今回のがプーチンも、プーチンが非難されて叱るべきなんですけれども、ただ規模はもっとずっと小さいですけれども、アメリカは結構こういうことやってきたっていう事実もあるんですよね、うん、中南米諸国に対して、うん、それからチリに対してとか、いろいろ、あとイラクとかね、イラクとかもそうですよね、うん、イラクはひどかったですね。アメリカの大統領があそこは大量破壊兵器も、破壊兵器があるって、ね、みんなでやっつけようぜって言ってやっつけたら何もなかったっていう、ね、そうですね、国連でも言ったわけですからね、国務大臣が、まあ、うん、そういうこともある世の中の政治ですけれども、今回のことはもう絶対に許せない
ということは言える。そうしないとルールが変わっちゃいますから。変わっちゃいますね。そうですね、うん、そうですね。ただまあということで小林さんいかがでしょうか。うん、そういう中で僕はちょっとそのサッカーなんかでもね、ロシアとはやりたくないっていう、うん、はい、まあ、出てきてます。それは素直な思いだと思うんですね、はい、でそれがやりたくないという国がなんか負けになっちゃってロシアが勝ち残るみたいなことはこれはおかしいので、うん、これどうなるのかね、これからもちょっとわからないんですけれどもね、はい、ただその国対国のねチーム競技は比較的整理が簡単だと思うんですけど、はい、うん、気になるのはね例えばプロテニス選手、はい、メドベージェワとか、はい、もうトップクラスで活躍しているロシアの選手はじゃあどうなるんだっていう、うん、まあ、この辺はどうなんですかね。そうですね、まあ、オリンピックの場合だったら ROC という名前で出さされたわけで、うん、私に言わしたら ROC という方が正しいから、うん、日本も JOC で出るべきだっていうのが私の意見なんですけどね。国を国旗を背負ってじゃなくて、そう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 、うん、石原慎太郎さんも言っている国旗と国歌はやめようということに石原慎太郎さん賛成してます、してますからね、はあ、1964年の段階で。だからまあそのあたりを出ましたですね、これちょうど今、はい、今出ましたね、はい、そういうなんて言いますか、うん、国との戦いをなるだけ排除したスポーツっていうのは、うん、実現してほしいなというふうに思ってますけれども、うん、最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。